前半戦で、ハガツオとゴマサバには、飽きたので。後半戦は、違う魚を探してさまよってみます。ハガツオゲット。どうやらここもこいつらの巣窟です。ショートバイトの後にドン。この叩くファイトはあいつかな。ようやく違う魚来たかも。マダイゲット。ようやく新顔を釣れました。赤旗ゲット。なんか調子いいかも。
エソゲット。わざわざカヤック立て直したのに君ですか。帰りに、朝一に風があって、うまく流せなかったポイントによって見ると、魚探に怪しいベイト反応が出てます。ベイトの下に何者かいますね。と流し目ハム反応。潮に馴染んだ、勝負の蓋流し目。誘った瞬間に、ドン。このツッコミ、青物確定。おお、こちらでは珍しいゲスト、ヒラマサゲット。
調子に乗って、二匹目のヒラマサを狙うとすぐに、ドン。この暴れっぷりは、たまらんですね。60センチ前後の平子ですが、締めにいい魚出ました。